はい、皆さんこんばんは。クリエイティブクラウド道場の時間がやってまいりました、毎週クリエイティブクラウドにちなんだテーマを取り上げ、解説するアドビの情報番組クリエイティブクラウド道場、本日、アドビ、US 時間でいうと、日本時間でいうと、ね、日本の朝方ということにもなりますけども、CS6、以来のですね、最大の発表というのを行っております、朝方のイベントからですね、今日の日本の、1時半から行ったイベントも含めですね、それを大々的にご紹介させていただいたんですけども、今日のクリエイティブクラウド道場はですね、速報というか特番という形でお送りしたいと思います、それではタイトルをご紹介したいと思います。はい、Adobe Creative Create Now 2014イベント速報ということですね。 Adobe Ink and Slide と新しいアプリ、こちらを紹介していきたいと思います。イエーイっていうですね、先週までですね、非常に賑やかにお送りしてきたんですけども、今日は私も昼はイベントの方に行ってまして、そこから一人だけ帰ってきまして、今一人でオンエアしているという状況でございますけども、というのもですね、今日紹介しましたですね、特に全く新しい、本邦初公開のですね、アプリ、そして、ハードウェアですね、こちらの方ですね、ぜひ皆さんに見ていただきたいなということでですね、速報特番という形で今日はお送りしていきたいというふうに考えております。はい、ですね、今日の発表内容ちょっとおさらいをしてみたいと思いますけれども、はい、新しいこれクリエイティブクラウドの、イメージということになりますけれども、朝方というかですね、早いものだと昨日あたりからですね、CC のアップデートという形で、ちょっと見慣れないアプリというのがですね、いっぱいデスクトップ、クリエイティブクラウドデスクトップの方に登場してきていたかと思います。そう、フォトショップ、イラストレーターをはじめとするですね、CC アプリ、14の CC アプリがメジャーバージョンアップを行っております。そして、今日の、特集になりますけれども、新しい iPad アプリ3つ、また加えまして、 Adobe Ink and Slide という形で、発表させていただいております。はい、でですね、まず14の CC アプリという部分のところをですね、ちょっと、おさらいというかですね、ご紹介しておきたいなというふうに思うんですけども、画面ちょっと私のデスクトップを今引っ張ってきますけども、はい、こちらですね、クリエイティブクラウドデスクトップ、こんな形でですね、なんか見慣れない CC2014 って何でしょうねという形で、登場してきております。で、これですね、従来のバージョンの、Photoshop CC、 昨年のですね、6月より提供開始しているバージョンの方もですね、カメラローがアップデートされてますよっていうアップデートっていうのが来てますけども、これは、これとまた並ぶような形で Photoshop CC2014 アップデートというふうに来てるわけです。これなんかアップデートされるのかなっていうふうにですね、ちょっと勘違いされる、ようなですね、ボタンになってる、インストールっていう風になっててほしいなっていうところはあるんですけども、これを入れていただいてもですね、こんな形の、アプリケーションフォルダーの構造になるかと思います。はい、これ例えば After Effects の場合ですと、昨年、登場した After Effects CC と、その隣にですね、After Effects CC2014 と、今回ですね、CC という名称そのものは、同じなんですけども、2014年版という形で、メジャーバージョンアップという形になっております。アップデートボタンを押していただいてもですね、フォルダを分けて別のアプリケーションという形で、インストールがされるという形になっております。ということでですね、CS6 からクリエイティブクラウドメンバーご利用いただけるんですけども、多い人だと3つ並んでるという状態になるかと思います。こんな形でですね、もうメジャーなところですね、全てがバージョンアップしているという形になってます。はい、ということでですね、お昼にですね、ちょっと動いちゃってますけども、こういうですね、Adobe Create Now 2014というイベントをですね、
行わせていただきました。こちらの方でですね、各製品担当者によるデモンストレーションをもってですね、製品一つ一つをご紹介させていただいた形になっております。とはいえ限られた時間の中でですね、ざっとちょっとダイジェスト的なところもあったかなというふうに思います。ということで、このクリエイティブクラウド道場の方ではですね、さらに深掘りしてですね、取り上げていきたいなというふうに思うんですけども、ただですね、このイベントですね、非常にですね、うちの製品担当者勢ぞろいというような形で非常に盛り上がったイベントになっておりますので、ぜひですね、クリエイティブクラウド道場今晩見た後にですね、こちらのイベント、もうすでにアーカイブがこういう形で上がってきておりますので、また見ていただければなというふうに思います。本題に戻っていきたいと思いますけども、よいしょはい、主に3つのポイント、ということですね。で、こちらですね、一番やはり話題にもなったというかですね、皆様からの反響も大きかったところの、Adobe Ink & Slide という、マイティ&ナポレオンというふうに申し上げた方が、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。昨年の、MAX というイベントの中で、初お披露目したですね、Adobe のアドビが提供する、ソフトメーカーのアドビが提供するですね、ハードウェアデバイスという形で、ご紹介させていただいたものです。全くこれまでとは異なるアプローチで、これまで難しいとされていた、タブレット上のですね、直線を描く、正確に直線を引くっていったようなですね、ことができるというデバイスであり、またそれをサポートするためのアプリケーションというのが登場してきたという形になります。で、このマイティ、ごめんなさい、改めインク&スライド、デジタルペンとデジタル定規のセットになっております。で、こちら残念ながらですね、本日より北米で販売開始と、日本およびその他の国では、今年の末までというに、登場しますよというような、イントロダクション的な、ご紹介だったわけではありますが、アメリカの方のですね、ウェブページ、Adobe のサイト、Adobe の、ウェブページもですね、本日をもって、ガラリと変わったのでちょっと驚かれている方もいらっしゃるかもしれませんけども、こんな形で、紹介ページが出来上がっております。こういうパッケージの中にですね、パッケージングされておりまして、この、ペンと定規がセットになった、ものになってます。で、ですね、主に iPad のフォースジェネレーション第4世代の iPad 以降とかですね、あと iPad mini、あるいはミニウィズレティーナディスプレイ、こちらの方でもご利用いただけるようになっていると。今対応しているアプリとしては Adobe が、日本時間的に言うと昨日の夜ぐらいからっていう感じになりますけれども、 Adobe LINE という、新しいアプリと Adobe Sketch、こちらの方でご利用いただけるようになっているというものでございます。で、ハードウェア的なスペックが、下の方にございます。とってもですね、軽いですね、デバイスになっております。それぞれが、20g、そして、スライドの方が、19.6、やはり 20g 程度という形なんですけども、ペンの方は特にですね、筆圧感知型のペンになっているということで、ステップ数、つまりどれぐらいの、段階でですね、筆圧を捉えるかというところですね、2048レベルということですね。非常に細かい、ニュアンスを、感じ取ることができるようになっております。Bluetooth でつないで、使うという形でございます。脳書きはいいのでですね、早く見せろというところはあるかと思いますので、早速、ご紹介したいと思います。ですね、カメラ、こっちです。はい、まず iPad の上にですね、まずですね、 Adobe Ink の方を見ていきたいと思いますけど、これです。こういうケースに入ってるんですね。なかなかいい感じのケースになってます。見えますか？ Adobe Ink っていうロゴがあります。ところで今日は一人でオンエアしてるので、ちゃんと皆さん見れてますか？
はい、もしですね、聞こえなかったりするような、ことがございましたら、お知らせくださいね。はい、では続きいきますね。アドビインクで、ですね、USB 系がですね、ここに、刺さってまして、はい、こう抜くとそのままケースになるんですね。で、充電中は、まあ、ホタルのように、いろんな色でこう光ってくれます。こんな感じですね。で、ちょっと開けてみたいと思います。パッと蓋を取ると、こんな感じで出てきますね。開封の儀みたいになってきましたけども、で、スッと抜いていただくと、ここに、ここが接触する形で USB で充電されるというような仕組みになっております。で、光っておりましたけども見えますかね、この、これこう三角形、トライアングルになっていて、少しこうあのツイストっていうんですかね、ぐにゅーってこうあのひねったような形になっております。とってもあの持ちやすい、仕上がりになっていると。アドビのデザイナーが、デザイナーのためにデザインしたという、ものになっております。アドニットというですね、こういったあのスタイラス、ではですね、まあ、有名なメーカーがございますけれども、そちらとの、共同、まあ、製作というか開発という形になっておりまして、実際にこれの製造、はですね、アドニット社の方で行われているというものになります。そして1個だけ、サイドにボタンがございまして、こちら、がですね、このボタンを押すことによってさまざまなショートカットだったりいろんな機能が利用できるようになっております。とてもシンプルです。非常に特徴的なのは、このやっぱり先端ですね。非常に、細い、先端、になっております。これでですね、すごくこう正確にですね、まあ、書いていく、ということが可能になっているものでございます。で、こちらとですね、もう一つ、まあ、相棒というものになりますが、アドビスライド、ですね。スライドっていうちょっと見にくいかもしれませんけども、書いてあります。で、これもですね、1個だけボタンがあります。でこちらは、電気を使いませんので、まあ、充電の必要もないという形になっております。すごくですね、こういう、まあ、アルミのですね、手触りというかですね、とプラスチックの、まあ、合わせ技になっておりまして、こう手に持ってですね、非常に肌触りのいい、仕上がりになっております。はい、これがデジタル定規アドビスライドというものでございます。で、こちらを使ってですね、まあ、いろんなこれまでとは、フィールが異なる、作図あるいは製図を行っていくことができるようになるわけです。はい、で、早速ですね、アプリケーションの方を、ご紹介したいと思いますので、iPad の画面をポンと出していきますね。ほい、これですね。で、これで手元がどうなっているのかも、ご覧いただきたいと思いますので、こんな形でどうでしょう。はい。右下ですね、の方で、まあ、カメラですね。私の手が映っております。書きながら、いきたいと思います。はい、それでは、まず最初はですね、 Adobe Sketch というですね、アプリをご紹介したいと思います。あ、そうですね、今日ご紹介するアプリは、この左上からですね、アイコンが3つ、右方向にですね、 Adobe Sketch、 そして Adobe Line、そして Photoshop Mix というですね、この3つのアプリを紹介していきたいと思うんですけども、このアプリ自体はですね、すべて iPad 用のアプリという形で、無償でダウンロードして、まあ、使うことは可能になっております。ただし Adobe ID が必ず必要になってくるというものでございます。また加えてクリエイティブクラウドメンバーであればですね、さまざまなメリットをご利用いただけるというようなものになってます。それでは Adobe Sketch からいきましょう。はい、ですね、私はもう一度サインインしているので Adobe ID
っていうのは出てきませんけども、最初の起動時には、この Adobe ID でサインインしてくださいといったあのメッセージが出てきます。そして、まあ、次回からはこのような形で起動してくるというものです。で、ここで開いている今画面なんですけども、コミュニティスケッチ。ですね、画面拡大がちょっとできないんですけども、Powered by Behance というふうに書いてございます。これはですね、Adobe Sketch を使って、作図されたもの、後ほどご紹介しますけども、いろんな形で共有ができる。そして、なんとですね、Behance に直接、公開していくということができるんですけども、そういった作品の中から、いい感じのものをですね、出しているというのが、このコミュニティスケッチという、まあ、プレイス場所になっております。ですね、左上のちょっと作品をタップしてみますけども、ケンドールさんというですね、これは、アドビの社員だというふうに聞いてはおりますが、どうなんでしょうかね。はい、彼女が、このアドビスケッチを使って書いた作品という形になっております。で、ちょっと指でですねスワイプしてスクロールしてみたいと思いますけども、どうですかね、これどうやって描いたんだろうなっていうぐらいですね、ものすごく細かい、線画になってる、おります。このBehanceのプロジェクトという形で上がってますので、描いていく過程という形で、こういうふうにですね、最初のラフスケッチがあって、こういうふうに描いてったんだなというところは分かるんですけど、これなんかまあ紙に書いてキャプチャーしてあげてんじゃないかっていう言われてもですね、そうだよねって思っちゃうぐらいですね、本当にリアルなそういった紙と鉛筆あるいはですねそういった筆記用具のテイストをすごくリアルに再現している仕上がりになっております。これでですね、ケンドールさん、この彼女がですね今後、出してくるですね、こういったアート作品ですね、ずっと見ていたいなということであればですね、ここから直接フォローしていただくということが可能になっております。ここでフォローしておけばですね、Behanceの方からですねまた彼女の新作が上がってくると、キャッチアップするというようなことができるわけです。またこういった作品もございます。これは、おそらくですが、写真ベースのものをですね下敷きにしながら上からなぞるような形で、後に仕上げていくというような、テイストのものになっております。まあ、こういったもの、とかですね、これはまあ逆に、ちょっと、漫画チックなと言っても、いいかなというふうに思いますけども、こういうような仕上がりですね。またこう例えばイラストレーターのようなですねドローイングソフトで描くのとはちょっとまた違ったテイスト、少し手書き感の残るですね感じの仕上がり、仕上げにしていくということが可能になっております。ですのでこのスケッチを使ってこう描くことができるですね、アート、どんなのがあるかなっていうところでですね、まずこのコミュニティスケッチというところを見ていただければなというふうに思います。で、ですね、じゃあ画面の操作画面の説明に行きたいと思うんですけども、画面の左、縦長のですねプラスのボタンがございます。こちらをですね、タップしてみましょう。そうすると、プロジェクト、5個のスケッチという形で、自分のスケッチブック、の中のですね、プロジェクトという形で、エリアが一つ確保されてきます。で、ちょっとですね、ユーストリーム経由だと、画面がもしかして小さくてですね、細い、薄い線が見えないかもしれませんが、1枚の大きな絵と、4枚のサムネイル的な絵、5つのサムネイルが並んだ形でプロジェクトを開始することが可能になっております。で、ここをどれでもいいです。1枚タップしていただくと初めてキャンバスが開かれるという形になってます。でもここに対して書いていくという形になるわけですね。で、さまざまなツールセットがですね上の列に並んでおります。
大丈夫ですかね、画面がちょっとぼやけたりもしてる、あの画面白いのでカメラのピントが合いにくくなってますね。なんか早速書いていきましょう。ですね、上の、まあ、行というかですね、一番上部のですね、この部分になりますね。ここに、まあ、いわゆる筆箱になる、相当する部分、鉛筆だったり、ペンだったり筆だったりマーカーだったり、消しゴムだったりといったツールが左から今、読み上げていきました、並んでおります。で、右側のところで、もろもろ操作をするための、もう少し小さいボタンがあります。で、最初に、行いたいのがですね、この Adobe Ink、これも使って書いていきたいと思うんですけども、これを認識させる、ためのですね、鉛筆、ペンの、アイコンがございます。これをタップしてみます。はい、ですね、あのペン、そして別のペンを接続っていうようなメッセージが出ております。初めて、この持ってるペンをですね認識させるときはですね、ここの上にペンを乗せてこのままですね、しばらく待っていただくと認識がされるという形です。実はもう、認識されておりますので、私の、インクという形でですね、その名前がここに出てきております。実はですね、自分Adobe インクはですね、まあ、パーソナライズすることが可能になっております。それはちょっと後ほどご紹介しますけども、このように自分の、インクに対して名称をつけるということが可能になっているわけです。そして、その次なんですけども、パーム環境設定というのがございます。こちらを選んでみます。そうするとですね、まあ、自分のペンの持ち方のですね絵が、まあ、6通りですね、右利き左利きで、ちょっとペンを前のめりに持つか、真ん中か、倒して持つかというですね、そういうの右左という形で、合計6つの持ち方が設定できるようになっております。特にですね、ペン先とですね、実際にドローされるところの、距離関係、微調整といったところでですね、6つの、オプションを用意しているという形です。また一番上のスイッチなんですけども、パームリジェクションというふうにございます。こちらをタップいただくと、まあ、書くときにですね、こういうふうに手を置いたときに反応しないようにするというものでございます。まあ、作図を行っていく、あるいはですね、そのアートワークをですね操作していくときに、さまざまなジェスチャーを用いた操作ができるんですけども、場合によってはですね、こちらパームリジェクションをオンにした方が、書くというところに集中するときにはですね、まあ、書きやすいと、誤動作を防ぐという意味合いもございます。はい、おそらくですね、スタイラス、パソコンデスクトップベースでですね、スタイラスを使われている方、にはですね、まあ必須のですね、機能かなというふうに思いますけども、このような、まあ、いくつかの、まあ、アイコンを触ることによって、設定を行うということも可能になっております。はい、でですね、ちょっとこう黄色というかですね、黄土色黄土色って今あんまり言わないですけどのところをタップしますと、色を選択するパレットが出てきます。はい、パレットの選択方法もいくつかあるんですが、ここで、まあ、クリエイティブクラウドだなっていうようなところなんですけども、まあ、一番最初に選択されている左側ですね、これクーラーの、アイコンです。こういったクーラーパネル、をですね、こちらに、読み込む、という形でですね、利用していくことが可能になっています。そして2つ目、カラーホイールですね、こちらから、まあ、色を選んでいく。そして、使った、チョイスしたですね、色の履歴がここに、まあ、スタックされていきますので、直前、あるいはその一つ前といった形で、手早くですね、こう色を選択するときはこちらをタップいただければと思います。4つ目はですね、後ほど、時間があったらご紹介したいと思うんですけども、まあ、下敷きとしてですね、画像を読み込んだ場合ですね、そこから、色を抽出して、パレットを作ってくれるというような、機能もございます。で、ここでは黒を選択しておきたいと思いますけども、で、各ペンのですね、ちょっと書き心地的なところをですね、ご紹介したいと思います。まず、まあ、鉛筆。こんな感じです。今、軽く書くとこんな薄いわけですね。
少し力入れて書きます。とっても力入れて書きます。まあ、筆圧感知、2000レベル以上という形になっているんですけども、こういうふうに書いていくことができます。ただ、遠目に見てるとわからないかもしれませんけども、ぐっと画面を大きくしてみます。はい、すごくですね、この紙のテクスチャーというのをですね、がうまくこう出てきているのがご覧いただけるのではないでしょうか。ここに少しこう寄った形で少し書いていきますけども、まあ、こんな感じで、そして、どうでしょうかね、なかなかですね、これ触ってみていただかないと伝わりにくい部分ではあるんですが、本当にですね、レスポンス、応答性がすごくいいんですね。自分が思った通りの、ドローを行いやすいというものになってます。こういうふうにして、デッサンしていくっていう、作業はあるかと思うんですが、ごめんなさいね、私も今すごく適当に書いてますけども、まあでも鉛筆でこういうふうに書いていく、そして、消しゴムに持ち替えてちょっとこう消しながらですね、きれいにしていくみたいな形で書いていくということが可能です。まさに書いていくっていう感じですね。はい、今何気にですねピンチ、インしましたが、指2つでヒュッて、キュン、あ、もうなってますね。こういうピンチアウトとヒュッキュッて、このつまむような操作ですね、することによってピンチアウト、全体図に変えるということができます。またこうズームして、またこうやってですね、寄ったり引いたりというのが基本操作という形になります。はい、次にですね、ペン、ですね、ペンこれでちょっと書いてみますね。これはすごく、はっきりした、ラインを書くことができます。これも大きくしてみます。こういう感じですね。まあ、サインとか書くのはこちらの方が書きいいかもしれないですね。はい、今かなり大きくしてますけども、そして、筆のようなですねタッチの、ツールで、これ拡大した状態で、キャンバスを動かしたいときは2つの指で長押しします。そうするとですね、こうした方が見やすいかな。この認識が、されたよっていうことで、一瞬出ますけども、これで、移動ができるわけですね。この状態になると移動ができます。こうやって動かすわけですね。そうでないとどうなるか、そうでないとですね、よいしょ、まあ、指をですね間違ってこう一つずつ、置いちゃうと、まあ、もちろんこの指で書くこともできるわけですね。筆圧感知型の指ではないので、それなりの線になりますけども、ただスピードに応じてこういうふうに、少しですね、書き分けてくれるというのはあるんですけども、こんな感じのテイストで、これを、このペンを使いますと、まず軽く書いていきます。中ぐらい、強くみたいな感じですね。本当にちょっとこう墨汁のような、形で、書くことができます。はい、これですね、最初にも申し上げましたが無償のアプリになっておりますので、指で書くというところはですね、皆さんすぐにお試しいただけます。iPad をお持ちであればですね、すぐに入れてみていただければというふうに思いますけども、最後にですねマーカーをご紹介したいと思います。でこちらはですね、ちょっと色を変えて、塗っていきたいと思いますけども、ですね、例えばちょっと赤っぽい、本当に赤にしたいので、カラーホイールでこの辺かな、明るくして赤にしました。で赤ちょっと朱色っぽいですけども、で、ご注目いただきたいのはこのラインとラインが重なったところなんですね。ここのブレンド具合というのが本当にリアルなマーカーをですね、うまいこと表現してるなというふうに思います。次にですね、ちょっと緑系に持っていきたいと思いますけども、よいしょ、グリーンで上から今度重ねます。強く強く
強くとかですね、はい、こんな感じですね。で、次は、最後に青、こんな感じです。もう少し大きくしましょうか。すごくですね、ちゃんと各色がですねブレンドしている、また強さに応じてその色の強さというところがですね、細かいニュアンスが表現されていると、これをですねぜひ、こう習得していくとですね、非常に水彩画のようなですね、表現というのができるのではないかなというふうに思います。はい、ちょっと落書きしてみました。はい、そして、これも基本操作になります。ですね、こういった、コンピューティングという部分におきましては、やはり操作を取り消せる、あるいはやり直せるというのが、最大のメリットかと思います。で、先ほどですね2本の指で長押しすると移動しますよというふうに、お話をしたんですが、ここでは、2本の指でですね、即こうスッと右から左にスワイプしてみます。こんな感じ、スワイプ。画面で何が起こってるか分かりますか？一つずつですね戻ってってるんですね。取り消し、あ、ちょっと変えちゃいましたね変えたの消して、こうやって戻っていく。そして、やり直したいときは、今度は逆です失礼うまくいきませんね。よいしょよいしょ、よよ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 っと。でやり直したいときは今度は左から右に、あ、私ってダメねよいしょ。実はですね今結構体をひねって無理な体勢で、このですね、iPad の絵を見ていただくためにカメラの位置にちょっと無理があるんですがダメですねよいしょよいしょよいしょ。で、左から右にするとまた描いてくれるというような動作をします。で、またですね、こういう取り消しやり直しのユニークな方法としてもう一つございます。3つの指で画面を押さえます。押さえると画面の上部、ちょっとご注目ください。スライダーが出てきます。はい。で、この状態で指を動かしていくと、はい、こういうふうにですね、何が起こってるか分かりますか？じわじわじわっと。これ、ストロークごとに、すべての操作、ストロークをですね、の履歴が残ってるんですね。まあ、つまりゼロまで持ってくると、スクラッチ何もないところということになります。そしてこれをまた右側に移動していくと、こうストロークごとに返っていくという様を確認していくことができるんですね。スケッチで、書くですね、こういった、アートワークはですね、全てこのように、履歴が残った形で書かれておりますので、いつでも、任意の場所に戻って、また書き直しをしていくということが可能になっております。これはすごくユニークな面白い機能だと思います。はい。で、ですね、一つちょっと、作品をご紹介しますね。はい、バイオリンなんですけども、バイオリンに見えますかね。はい。で、これはですね、実はこういうふうになってます。はい、リアルなバイオリンの写真になりました。ですね、インチキなんて言われるかもしれないですけども、こういうですね、画像を取り込んできて、それを主体にしながら、その上でデッサンしていく、スケッチしていくという機能でございます。で、この読み込んだ画像をですね、少し、透過させて、それの上のレイヤーにですね、スケッチを描いていくという形で書いていくことも可能です。出来上がったらこれを削除するというような形ですね。で画像はカメラロールだったりとか、あるいは写真を撮る、あるいはですねクリエイティブクラウドストレージ、そちらから読み込んでいただくことができるようになっておりますので、風景画とかですね、風景の写真とかですね、そういったものを読み込んでその上に重ねるように書いていくというようなことも可能になっております。
ます。はい、という形でバイオリンの作品になっておりますけども、これをですね、作品が出来上がりましたらやっぱりこう、公開したいというのはあるかと思うんですが、ユニークなのは、これまだ書いてる途中なんですけども、この段階で、公開する、ビハンスに公開して、いろんなコメントをもらって、さらに、制作のですね、何でしょう、ヒントにしていくという、機能があります。それをちょっとご紹介したいと思います。まずですね、共有をしていくためのボタンはこの上のですね、上矢印のボタン、ここをタップいただきます。そうすると、ここから、改訂を公開というボタンが一番上にございますので、ここをタップします。そうすると、フィードバックを取得という形で、ビハンスにですね、公開していきますよというダイアログが出てきます。でここで、押していくことによってですね、プロジェクト名をつけて、そして、例えばどうでしょう、コメントくださいみたいな形ですね、名称をつけていくと。で、タグがですね、自動的に設定されております。任意のタグもつけられるんですが、ドローイング、カンマ、そしてアドビスケッチという名称のですね、タグがつけられているわけですね。でこれを公開というふうにすると、即座にビハンスを使って公開をしていく、そしてコメントをもらうということができるようになります。はい、もう公開がされました。ここからですね、ビハンスで表示して確認をするということもできるようになってます。で公開しますとですね、皆さんコメントつけていただいていいですよ、もしご覧、私のフォロワーがいればですけども、画面の上の左側になります、プロジェクトと書いてあるところの隣のボタンですね、公開しますとこういうようなパネルが開くようになります。どうでしょう、コメントくださいという形でですね、これビハンス経由でコメントが入ってきましたら、コメントの一覧がここに出てくるという仕組みになっております。これを参考にしながらですね、作品を仕上げていくということができます。またここから、応答する、つまりですね、さらに会話していくことができるんですね。つまりこういったですね、コミュニティと会話、対話、コミュニケーションを取りながら、アートを作っていくということができるというのがこのスケッチの最大の特徴でございます。またですね、先ほどの共有ボタンというんですけども、 上矢印、改訂を公開の下に、を見ていきますと、クリエイティブクラウドストレージにですね、この画像をですね、保存したりとか、あとこれちょっとユニークなんですけども、フォトショップあるいはイラストレーターにダイレクトで送信すると、同じアカウント、Adobe ID アカウントでですね、クリエイティブクラウドのですね、アカウントを持った形で、パソコンを開いていますとですね、例えば Photoshop に送信っていうボタンを押していただくと、そのパソコン上の Photoshop が起動して、この画像がですね、送信されてきますというですね、クリエイティブクラウド経由でこういったですね、やり取り、プッシュをですね、行ってくれるという機能です。また一番下の共有ボタンを押していただくと、おなじみ、Facebook、Twitter、での公開、あるいは Flickr、に上げていくということができるようになっておりますし、ローカルのですね、iPad のカメラロールに保存していくといったようなことも可能になってます。はい、で、プロジェクトという形になっておりますけども、いくつかの作品をこういう形で、5つのアートワークになっておりますけども、これをまとめてプロジェクトとして公開していくということも可能になっております。こうですね、こちらで、さらにですね、どれを表紙にしようかななんていうのも選んでいただいてですね、作品ミュージックというプロジェクト名でですね、作品を公開すると、これも先ほどと同様に、Adobe スケッチドローイング、という形でですね、タグがついておりますので、ここで公開いただくとですね、またですね、最初の、このコミュニティスケッチ、こちらの方でですね、もしかしたらピックアップされるかもしれないよというような形になっております。つまりですね、こういった形で、世界中のですね、クリエイターとコミュニケーションしながら、
アートワーク、を作っていく、あるいは作ったアートでまたコミュニケーションしていくということができる、デジタルスケッチブック、Adobe Sketch、というアプリでございます。このスケッチですね、今ご紹介しましたけども、よいしょ、画面をこっち、もちろん Adobe Ink & Slide、そうですね、インクスライドの部分は今使いませんでしたけども、両方とも対応しております。でこちらを使っていただくとですね、そういう、Adobe Ink ならではの表現というのもできるんですが、一つはですね、指、あるいはですね、iPad 用のですね、スタイラスをお持ちであればですね、これを使って操作することもできます。書いていくこともできますので、まずはちょっと触ってみていただいてですね、遊んでみていただければなというふうに思います。はい、それではですね、次のアプリをご紹介したいと思います。わ、結構、よいしょ、はい、次にご紹介しますのが Adobe LINE というですね、 Adobe LINELINE というとちょっと違いますね。Adobe LINE、こちらご紹介します。上のですね、左から2番目のアイコンタップします。はい、起動しますとですね、サンプルがいくつか入っております。このパース、そして最初にご覧いただいた、こちらとかですね、直線、そしてその直線の端点が、ぴったりくっついている、線。に仕上がっております。こういったものをですね、こういった例えば iPad というですね、デバイス上で、2に書いていくというにはですね、いろんな工夫が必要になってきます。なかなか手書きというところではですね、こういう正確な直線あるいはそれを結んでいくということはできなかったんですけども、特にこういったパースはそうですよね。インスピレーションをベースにですね、まずはこういうパース図を書いて実際に、設計に入っていくっていうようなものではあるんですけども、こういったものをどうやって書くねんっていうですね、ところだとは思います。また、サンプルもう一個入ってまして、これはですね、Adobe、LINE の方のに搭載されている、豊富なシェイプ、ライブラリーがございまして、それを使いますと、こういう、ことを書いていくということができるようになっております。こちら、も含めてですね、ちょっとご紹介していきたいというふうに思います。またですね、PNP も入れながら、ご紹介しましょうか。はい、それではですね、この LINE の、作図というよりももう本当製図、といった部分も含めてですね、ちょっとご紹介してみたいと思います。これも、スケッチと同様にですね、左、側のプラスのボタンを押しますと、これはもういきなりキャンバスがバーンと開きます。はい、よいしょ、こんな感じですね。スケッチとちょっと違っている部分を挙げるとすればですね、この筆箱に相当するですね、ツール群が上ではなく下にあるというところでございます。またこうセットされているペンの数もちょっと違っております。ただこういったですね、鉛筆書いてみますね、こんな感じのラインを、ラインじゃないですね、手書きスケッチを書くこともできますし、これもちょっとスケッチっぽいですね、こんな感じで書いていくことができるところは一緒です。また、3本指でですね、取り消すということも可能です。そして Adobe Ink の認識のさせ方、なんですけども、これも共通のアイコンになります。右上になりますね。ここをタップいただくと、ペンを認識させると。私のですね、名前で、設定がもう完了しているというところでございます。で、ここでちょっとインク、Adobe Ink、ユニークな部分をご紹介してみたいと思います。また画面 PNP で出しますけども、はい、なかなかですね、複数のカメラでご紹介しておりますが、これ、このAdobe Inkを編集するという機能がございます。この一番下の部分ですね、これタップします。ここのですね、インク設定画面ダイアログを使ってパーソナライズしていくことができます。で、私のですね、インク、カラーっていうのがなんか書いてありますね。で、これちょっとご紹介したいと思います。うまく、画面で
ご確認いただけると嬉しいんですけども、まず編集というボタンを押します。これです。なんとですね、このペンの LED の部分ですね、こちらに表示する色をパーソナライズすることができます。自分のカラーですね、これを設定すると。設定方法がユニークです。ペン先を、はい、見えてますかね、からこのカラーリングに載せます。そうすると LED が点灯したのが分かりますでしょうか。うわー、これはちょっと画面では分かりにくいかもしれませんが、まあ紫、この上でペンが刺しているところの色を拾って LED の色が変化していっているんですちょっと分かりにくいですよね。こんな感じで、でまあ黄色がいいなとか、ちょっと紫っぽい方がいいかなという形でですね、色を設定して、設定することができました。そして、またこのアドビインクに名称をつけることができるわけですね。この名称、プロファイルデータはこのアドビインクそのものにですね、紐づく形で、セーブされるという形です。またデフォルト、最初の設定でですね、どの持ち方にしますか、後で変えることももちろんできますけども、設定をしてこれでよければ完了という形で、私のアドビインクという形でパーソナライズができた形です。こういう、細かくですね、ペンの設定というのを行うことができます。もちろん、こちら、からはですね、またペンの持ち方を変更してみたりとか、あるいはパームリジェクションですね、先ほどの肘を当てた形でのオンオフが搭載されております。はい、ですね、はい、これでアドビンクの設定もできました。もちろんこれもですね、指でこう変えていくこともできるんですけども、ちょっとよいしょ、これを消しまして、ここで、ちょっと直線を書いていきたいと思いますが、ここでアドビスライド、使っていきたいと思います。アドビスライドで直線を書くにはどうするのかというところなんですけども、まあすごくシンプルです。定規をですね、紙に当てて直線というのを書くわけですから、 iPad 上にスライドを置きます。そうするとですね、画面にですね、直線定規がポンと出てきたのがご覧いただけますでしょうか。でこの直線定規ですね、今私、手で回転させてますけども、ちょうどこの辺りに来ると水平でですね、ガイドをロックする、水平線がこれで、引けたりとかします。あるいはですね、垂直に持っていくと垂直のところでまたロックしてくれたりします。とってもですね、これまでにない感覚ですよね。あの定規、紙の上に定規を置いている感覚に非常に近い形で、こういうふうに動かすことができます。で、インク、アドビインクでやることはですね、自分が線を引きたいところの近くでいいです。正確にこの線の上である必要はございません。その近くでペンを下ろして引く、離す、これだけです。そして、これにつながるジグザグ線を引いていきたいと思いますので、またこのスライドを動かして、左端になります。端点、終点というか支点の方ですね、支点の方にこう近づくと赤丸が出るのが分かりますか。この状態でペンをその近くに持っていきますと、失敗しました、よいしょ、いきます。近くに持ってってシューッとぴったりくっついた形で線を引くことができるんですね。なんかいろんなものが出てきました。今見なかったことをしてくださいね。次にご紹介する機能です。で、こういう形で線を引くと、どうでしょう、こういうですね、直線、そして直線と直線を結ぶ、というですね、操作、また、こういうふうにですね、交わる線を引くと、またこの交点の部分で赤丸が出てくれます。ここからまた書き出すというような形で、こう書いていくということができるわけですね。で、この、私直線を引く時の、最初の視点、のですね、強さ、そして引いてる時っていうのは当然、筆圧が弱くなって、また離す時に強くなったり、
するわけですけども、この、どうしてもこの端っこの方がですね、丸くというかですね、太くなりますけども、そういう設定あるいは線をもっと細くしたいよというようなですね、この、ペンの設定なんですけども、はい、この鉛筆というかですね、ツール、セットの今セレクトされているペンの上で、長押しをしますと、例えば起点のところをですね、オフにしていただくと滑らかに書き出すことが可能です。あるいはサイズを調整するという形。そしてもう一つですね、これが重要ですね。不透明度。ここで透明度設定をですね、変えることによって、線と線が交わった時のブレンド具合をどうするかというような設定を行うことができます。こういう形でですね、設定いただくと、最初ダマにならないように引きたいなということであればオフにしていただいて引くということが可能なわけです。はい。一回消します。で、先ほどちょっと、出てしまいましたけども、直線以外に、このスライドのボタンを押していただくと、丸が出てきました。これは丸定規ですね。もう一回押すと四角になり三角になっていきます。そしてまた直線と4つのですね、定規を、ボタンを押すことによって、切り替えていくということが可能です。で、丸定規が今出ております。キャンバスのですね、真ん中に今接してる形、あるいは、円のですね、真ん中と、キャンバスの真ん中が一致しているみたいなところでもですね、スマートガイドが出てくれております。何にもないところで書いても結構なんですけども、これをなぞる、綺麗な丸が書くことができるわけですね。そしてこの丸定規の真ん中あたりでピンチアウトしていただいて、丸の大きさを変える。そうすると、この丸を重ねていったときにですね、中心が一致したときに、こういうスマートガイドが出ているのかご覧いただけますでしょうか。ここで書いていただくと、完璧なる同心円を書くということが可能です。このスマートガイド、そしてこのスライド、をですね、使っていただくことによって、きっちり接した円、みたいな形で書いていくことができるわけですね。こんな感じです。で、もう必ずこう丸をパンパンって書きたいときは、ダブルタップいただくと、一気に書くということも可能です。どうでしょう。これまでには全くない、非常に新しい感覚で、正確な図形図というのをですね、書いていくことが可能です。またですね、こういった直線定規、三角定規、丸、そして四角の定規以外にもございます。画面右上のこのちょうどアドビスライドのですね、アイコンがございます。ここをタップいただくと、さまざまな定規を選んでいただくことができるようになっております。雲型定規となんていうのもあります。こちらちょっと選んでみます。で、置きますと、はい、大きくしますね。綺麗な曲線を引きたいというような時にですね、ご利用いただける雲型定規です。ですね、これ例えば、この筆と、組み合わせてですね、使っていただくと、こんな線を引くということもできるわけですね。はい、これも面白い、機能かなというふうに思います。また、他にもございました。円ではなく楕円っていうのもありますね。こちらちょっと書いてみます。これは普通のペンで書いてみたいと思いますけど、微妙にこう楕円なわけですね。よいしょ、こんな感じですね。で、これ、ボタンを押すとさらにこう狭い、半径というかですね、こういう形で書き分けていくということも可能になっております。はい、すごくね、製図されている方であればですね、いろいろとちょっとイメージが今湧いてきているかなというふうに思いますけれども、またですね、ちょっとユニークなところで、先ほどサンプルにもございましたスタンプパックというのがございます。これを使って、定規としての機能だけではなくですね、例えばよいしょ、
はい、今ですね大きくしましょう。こういった椅子あるいはソファいろんなものありますね。木、最近のフォトショップ木を描いたりしますけど、はい、こういう木ですね。しかも木、いろんなバリエーションございます。ボタンを押していくとこうやって切り替えていくということができます。さあ、こんな形ですね。木ですから、ちょっと緑っぽくしますが、これなぞるの大変ですよね。これいわばですね、シェイプ集、つまりステンシルのようなものなんですけども、ステンシルと違って、これを描きたいときは、2回タップしてください。もう瞬時に描くことができます。またちょっと違う木のシェイプに変えてトントン、はい、まあ、パースに添えて、まあ、木を描いたりとかですね、さまざまな大きさでですね、人とかですね、そういったものを描いていくということがあるかと思いますけども、そんなのもですね簡単に、描くことができます。また、ユーザーインターフェースをですね設計するような、あのシェイプ集とかですね、あるいはデバイスっていうところを選んでいただくと、はい、出ました、 iPad ですね、こんなのもあります。よいしょ、 iPhone あるいはですねパソコンですね、ノートパソコン、こんな感じで、書いていくということが可能になっております。はい、よいしょ。でですね、まあ、インクとスライド、そしてこの、Adobe Line を使って直線をこういうふうに書くんだよというところの基本をご紹介しましたけども、ただですね、この Adobe インクスライドすぐに手に入るわけではございません。またですね、どうしてもですね、この Adobe スライドが仮にあったとしてもですね、平坦な場所に置かないと、例えば膝の上でこれやろうとするとですね、まあ直線を引くにしてもですね、このスライドが滑って落ちちゃうというようなことがあるかと思います。で、それに対応するためにですね、ユニークな機能がございます。画面の右上になりますけども、二重丸のアイコンをタップいただくと、はい、画面にですね、こういうですね、先ほどのスライドを置いた時と同じような、直線定規が出てきました。これですね、ソフトウェア定規。その名をタッチスライドと言います。スライドの、まあソフト版ですね。で、こちらの丸、2つの丸がございますけれども、ここに指を置いて操作していきます。例えば、1つの丸に指を置いて動かしていくとこういうふうに動いてくれます。角度を保ったまま動いてくれますので、ここで線を引いてそのままずらして完璧に正確に平行な線というのをですね、こうやって書いていくということが可能です。またこの丸い部分に2つの指を乗せていただくと自由に角度を変えることができます。これを使ってこういうふうにですね、先ほどスライドを使ってやった時と同じように端と端をつないでいくといった形で正確な直線、そして正確につなぐということを行ってみました。ということでですね、こういったソフト定規というのもご利用いただけるようになっております。はい、ではではですね、よいしょ。そう、今日のイベントでですね、こういったですね、やっぱイラストレーターの方すごいですね。私して5分でもう、書き出してこういう風、作像を行っていただいたんですけども、本当にちょっと手書きの感じですね、ひとみさん、書いていただきましたけども、ですね、さあ、パースを書くためのですね、サポートを行う、非常に強力な機能をですね、一つご紹介しておきたいと思います。ですね、この、画面のですね、右下の、右下の、よいしょ、こうじゃないと見えませんね。右下のですね、丸の中にキューブのアイコンがある、ボタンを押してみたいと思います。すると、はい、出てきました。遠近グリッドです。こんな形ですね。左右側にですね、消失点、バニッシングポイント、があります。バニッシングポイントの位置はですね、こういう操作をしていただくと、ここはちょっと PNP を入れてやりましょうか。
私今真ん中のところを押して動かすとこういう動きをします。そしてこれで広がります。またこれで縮めると、より遠い感じになってきましたね。でこれでこんな感じの遠近、グリッド、を設定して OK します。はい、この状態で画面をワイドにしまして、はい、で、これで、まあ、スライドを置いてみます。そうすると先ほどの直線定規、なんですけども、この消失点、からですね、あるいはに向かって、定規が、置かれているのがご覧いただけますでしょうか。このガイドを使ってですね、困難倍で書いていくことができるんですね。さあ、バニッシングポイントを切り替えるのは、ですね、この定規のですね、直線と直線の、間のちょっと下側ですね、矢印が出ております、ここをタップしてみたいと思います。そうするとバニッシングポイントが切り替わって、今度右側、の消失点に向かって、定規が出るようになりました。はい、この状態でですね、また書いてみたいと思います。はい、こういう感じですね。もうコンピューターの助け、も借りながらというかですね、非常にユニークなアプローチで、こういうふうにですね、書いていくということが可能になっております。こんな塩梅でですね、また写真をベースにしながら、書いたのがこちら、になります。これあの画像ではないですね、押さえて戻っていきましょうか。はい、こういうふうにですね、この、遠近グリッド、を用いてこう書いていった。私弾けないことをしたかな消えちゃいましたね消してしまいましたが、まあ、そういうような形ですね、変えていくことができます。ちょっとですね、体ひねりながらやってるとこういうことになるんですね。はい、大丈夫ですよ、もう一枚サンプルの方今開いてますけども、もっともっと複雑な失礼、こんな感じですね、変えていくということが可能になってます。よいしょ、はい、こんな感じですね。よいしょ、いきますよ。で、こちらですね、作図を最後まで、持ってきまして、これで完成というところで、一つユニークな機能を紹介したいと思います。ですね、この Adobe Ink のですね、このボタン、サイドにある1個だけボタンがございますけれども、こちらを使ってご利用いただける機能をご紹介します。この編集画面でボタンを押していただくと、はい、画面に出てきましたのがペンメニューというものです。でですね、左から行きますと、こちらをタップいただくと、はい、カラーテーマがこう出てきました。こちらから直接ですね、描画するための色を選んだりとかですね、あるいはこのボタンを押していただくと、ペンを選んでいただくことが可能です。また、定規、そして、スタンプパックどれを使うかというところもですね、素早くこう、選択していったりとかですね、あるいは、これをですね、そのままクラウドに保存する、ビハンスに公開するといった、ショートカットにもなっております。でユニークなのが、このボタンでございます。クラウドクリップボードというものです。まあ、コンピューティングの、まあ、メリット、ということで取り消せるというお話をしましたが、もう一つですね、コピー&ペーストというのがあるかと思います。再利用していくという機能ですね。で、例えばこういう作図したものをですね、この、Adobe Ink のボタンを押しながら画面をタップしてみたいと思います。すると今画面がフラッシュしましたね。実は、このですね、失敗しましたと言っておりますが、無視していきたいと思います。ネットワークの状況にもよりますけども、なんとですね、
クラウドの上のクリップボードに保存してくれるというですね、非常にユニークな機能です。で、一旦ですね、私のクリップボードに入りますと、こういうふうにですね、呼び出してきて、まあ、いろんなですね、クリッピングを行った、絵が入っておりますけども、これ、中にはですね Adobe、LINE の方ではなくてスケッチの方で取り込んだものを、Adobe LINE に持ってくる、あるいは、もう一個の iPad に、これをですね、もう一個の iPad で取り込んで今ここに呼び出してくるというような形でご利用いただくことができます。また、先ほどこのペンをパーソナライズしましたけども、別のユーザー、が使っている iPad にですね、こちらの、クリップボードを返して、ペーストしていくというような使い方がなんと可能なんですね。非常にユニークな、クリエイティブクラウドならではの機能でございます。で、よく使う、まあ、会社のロゴであったりとか、まあ、こういう私のサインですね、こういったものをタップしますと、まあ、書いた作品に対してですね、このクリップボードから、貼り付けていくということが可能です。で、あとは、画面上で、まあ、大きさをちょっと調整しまして、この辺にですね、置き換えて、置いていくという形で、仕上げていくということが可能になっております。はい、という形ですね、この Adobe Ink、ごめんなさい、あとスライドですね、そして、Adobe Line、を使ってですね、どういうふうに、直線が描けるかというようなところをですね、ご紹介しました。はいはいはい、よいしょ、ということでですね、ご紹介してまいりましたけども、あともう一つですね、iPad アプリ新しいものを、提供開始しております。そこをですねちょっと、クイックにご紹介しておきたいというふうに思います。よいしょ。さあ、今度はですね、ドローイングソフトではなく、写真をですね、編集するソフトです。フォトレタッチソフトです。その名もフォトショップミックスという、アプリになります。さあ起動してきました。フォトショップミックスですね、最初に起動するとこういう形の画面が出てきます。そして Adobe ID で、やはりサインインしてご利用いただくということが可能になっております。で、名前がですね、フォトショップでございます。つまり、フォトレタッチソフトということですね。これはですね、最新のフォトショップ、そして、Lightroom が提供する、強力な機能、デスクトップ版でしか使えなかったような機能をですね、クリエイティブクラウド経由して、楽しく使っていただくことができるというですね、アプリになっております。まずですね、最初、素材となるですね、写真の取り込みのところからご紹介します。これも、左のですね、縦長のプラスのボタンを押してみたいと思います。そうしますと、非常にですね、広い間口を持っております。例えば、iPad 上の、こういったカメラロールですとか、また写真を撮る、その場でバシャッと撮った写真をですね、すぐに加工するということも可能になっています。またクリエイティブクラウド、というアイコンをタップいたしますと、そちらのストレージに上がっている、データですね、フォトショップのもの、JPEG、いろんなもの、をですね、こちらに読み込んできて、加工していくということが可能です。ユニークなのがこれですね、ライトルームというですね、ライトルーム、そしてライトルームモバイルという形ですね。実は、昨日からライトルームモバイル 4iPhone、iPad 用に提供して、おりました。ライトルームモバイルですね、iPhone バージョンも出てきたんですけども、その、ライトルームモバイルと共有するために、共有設定をしたコレクション、がですね、クリエイティブクラウド経由で、こちらの Photoshop Mix からも引っ張ってくるということが可能になっております。この中から写真を選んでいく。またユニークなのはこの Facebook ですね。Facebook に公開した自分のコレクションをですね、ブラウズして、これ例えばフォースクエアから Facebook 経由で食べ物ばっかりですね。はい。あるいはですね、この Instagram で Facebook 経由で公開したアルバム、こういったものもですね、読み込んでくることが可能になっております。
はい、こちらではですね、この Lightroom モバイル用に公開したこのコレクションの中から、この、写真を取り込んでみたいと思います。はい、で早速レタッチをしてみたいと思うんですけども、ですね、このレタッチを、するための、まあ編集ツールが下に並んでいる形になります。で一番左端の、ボタンを押しますと、基本的な、調整項目ですね、露光量、コントラスト、明瞭度、明るさ、サイド、こういったものをですね触っていただくことが可能になっております。もう本当にですね指で触った通り、そしてスライダーを動かすことによってですね、変化を、まあ、楽しみながらというかですね、確認しながら、まあ、適用していくということができます。この左端のバッテンを押すとキャンセルという形です。そしてですね、まあ、こういったレタッチ、気軽にご利用いただくためにプリセットも たくさん入っております。ちょっとヴィンテージというのを選んでみますと、こんな感じだったりとかですね、パンチのある仕上がりにしたい、まさにパンチ、ちょっとこんな感じですとか、いろんなですねオプション、シアンとかですね、はい、こんな形でですね、もうタップするだけでですね、いろんな効果を確認しながらどれにしようかなっていうのを選んでいただくことができます。ここではちょっと面白いことをやってみます。この白黒を選びまして、で右側にございますスマートというところをちょっとタップしてみますと、まあこの白黒効果を適用したい部分を選ぶ、あるいは適用したくない部分を選ぶためのオプションが出てきます。これまあこのまんまの状態で実際に白黒にしたいところをなぞってみます。はい、こういうふうにですね、なぞったところが白黒に変わっていくのがご覧いただけますでしょうか。私が、よいしょ、あ、こちらですね、はい、こんな感じでここをなぞるとこういうふうに、はい、これどっかで利用したことがあるなぁなんて思われている方いらっしゃるかもしれません。フォトショップが提供しております、こういう自動選択を行うためのテクノロジーがこのフォトショップミックスの中でもご利用いただけると、ただなぞるだけでですね、まあこの鼻の部分をですね、には適用しないという形で、まあ、非常に簡単に選んでいくことができました。はい、こんな感じですね。そして、今度はですね、切り抜きというボタンを押してみますけれども、ここでは、はい、この写真のサイズの調整ですね、これもプリセットパターンがたくさん入っております。3対2とかですね、まあ、正方形にして、こんな感じでもう少しこんな感じで切り抜いてみましょうか。はい、あ、だんだんこう仕上がってきましたね。で、このフォトショップミックスで行っている編集作業というのは、基本的にですね非破壊編集になっておりますので、いつでも最初の状態に戻ることができますし、また編集をですねさらに重ねる、やり直す、そういったことが可能になっております。ここではですね、こちらでまたスマートの選択で、今度はここには適用しないというオプションでマイナスを選びまして、後ろの花もちょっと選んでみたいと思います。はい、これで、まあ、赤い花、3つのところの色を残して、その他は白黒よというような形で作品を作ることができました。こんな感じでご利用いただくことができるんですね。とっても、簡単、そしてとても クイック強力ですよね。これもですね、右上の共有していくためのボタンがございます。これで、まあ、様々な形で共有をしていくことが可能になっております。カメラロールに保存したりとか Facebook、Twitter に、公開していくというのももちろんなんですけども、あるいは先ほどと同様に、Behance、に公開していく、また一番上でございます Photoshop に保存という形で、Photoshop 側に持っていってさらに編集を続けていくというようなことも可能です。こちらですね、基本的に、まあ、こういう形で、Photoshop で、まあ、使えるような機能ですね、非常に、まあ、少ない、まあ、手数というかですね、気軽に楽しんでいただけるというものになっております。
はい、それではですね、ですね、もう一つ機能をご紹介したいと思いますけれども、こちらの写真ですね。画面の上の方になります。2つ、アイコンが並んでいるのがご覧いただけると思います。Photoshop ならではという部分ですが、合成、写真の合成を行っていくということが可能になっております。で、右側に合成したい写真を読み込む。読み込んでいきたいと思いますけれども、こちらでタップしまして、この写真を読み込むよと、で読み込んできました。ライトルームのですね、ライブラリーの中が、あのカタログから一つ読み込んできました。で、こちら、合成をするためにですね、この、今上に重なってきた写真の、この子供がですねボートに乗ってる部分だけ、切り抜いていきたいと思います。切り抜きたいポイントはこの船、そして子供ですので、その上を大雑把にこうなぞります。はい、なぞりました。そうすると、はい、こんな感じで切り抜くことができるわけですね。あとはこのボートの大きさを調整しまして、こういうですね、ティップスが出て助けてくれますけども、海の上に乗っける。はい、本当に大遊び合成ではございますけども、こんなこと、がですね簡単に、楽しんでいただくということができるようになってます。はい、ちょっとですね遠くに、追いやりましたけども、そして、最後に、ご紹介したいのが、こちらになります。画面のですね、右の端になります。こちらのボタンをタップいただきますと、出てきたエフェクトが今3種類ございます。歪み補正というふうにあるのがアップライトというですね、カメラロー、あるいはライトルームの方で提供している機能ですね。またブレの軽減、Photoshop CC、から追加された、カメラブレ、手ブレをですね、なんと取り除いてしまうというですね、そしてコンテンツに応じて塗りつぶすというですね、機能、どれもですね、Photoshop マジック、Photoshop、あるいはライトルームのですね、強力なデスクトップ版で提供している機能なんですけども、なんとこちらをですね、クリエイティブクラウド経由でご利用いただくというですね、ユニークな、機能になっております。それではですね、コンテンツに応じるをタップします。で、消したい部分、塗りつぶしたい部分をですね指で選択します。ちょっと大きめに選んでいただくことがコツです。そして、フィルというボタンを押してあげます。さあ、そうしますとですね、こちら、私が行った指示をクリエイティブクラウドに伝えます。そして、この画像データをですね、クリエイティブクラウド側の Photoshop の、SDK、この機能がですね SDK 経由で、提供されることも今日発表してるんですけども、それを利用して、クラウド上で編集を行うと。さあ、来ました。はい、綺麗に消えましたね。さすがコンテンツに応じるなんですけども、ここに犬がいたとは誰も思わないというぐらいですね、綺麗に消すことができました。これもとってもとってもユニーク、な機能でございます。こんな、形でですね、Photoshop、そして、ライトルームが提供している、最新、あるいは強力、な機能、デスクトップでしか使えなかったような、機能をですね iPad 上でご利用いただくことができるというですね、非常に楽しいソフト、 Photoshop Mix というのもですね、合わせて追加されております。という形でですね、たくさんのですねアプリ、3つですね、今日は昼のイベントの方ではですね、10分15分ぐらいの中でこの3つをバーッと紹介したんですけども、今日はちょっと細かくですね、この番組の中では今説明させていただきました。はい、ですね、実はですね、今日ご紹介したアプリ以外にもですね、昨日ですね、よいしょ、こちら、こちらになりますね、またちょっと画面 iPad の方に戻りますけども、はい、
以外にもですね、今もう提供しているアプリケーションのアップデートというものが行われております。例えばこの Adobe クーラー、先ほどですねクーラーの、カラーパレットを呼び出したりというようなところもご紹介しましたが、こちらが完全に日本語化されました。そしてクーラーウェブ、こちらのウェブサイトの方もですね、なんともう待望の日本語化が、施されたアップデートが昨日、登場しております。またこのテーマにですね日本語名が付けられなかったんですけども、そちらも付けられるようになっております。そしてなんとですね、Adobe Ideas、今日、ドローイングのためのアプリをですね2つご紹介しましたけども、この Adobe Ideas はですね、Photoshop 的な、ドローイングというよりは、イラストレーター、まさにこの、ベクトルの形のですね、ドローイングをこなすのがこの Adobe Ideas なんですけども、なんとこの Adobe Ideas から直接イラストレーターに送信すると、イラストレーターをキックして、ドローイング中のですね、アートワークをですね、開くというですね、機能が追加されたアップデートというのが、提供開始になっております。また、何気にですね、右、上にあります Creative Cloud というですね、iPad 版クリエイティブクラウドみたいなですね、アプリも提供開始になっております。こちら起動しますと、ファイル、クリエイティブクラウドストレージのですね、ファイル、のブラウジングあるいはですね、そこの、ファイル間のですね、移動したりとか、ダウンロードしたりといったようなことを行うためのですね、アプリも追加されております。こういった形でですね、モバイルアプリ盛りだくさんという形で、ご紹介させていただきました。ということでですね、ご紹介してまいりました。本当に様々なアプリ、クリエイティブクラウド、サービス、でございますので、こういった特にですねクリエイティブクラウドユーザーさん、Adobe のですね、デザインツールをご利用いただいている方、皆様が、例えばスマートフォンとかタブレットというのをですね、ご利用いただいている機会というのがどんどん増えております。それを所有されている。でクリエイティブのワークフローを考えた場合にですね、こういったツールを使って、作品を見たりとか、情報を得たりという以外にもですね、クリエイティブワークフローの特にインスピレーションが湧いた最初の段階をですね、こういった日頃身につけているツール、肌身離さず持っているこのツールを使ってですね、このインスピレーションが湧いたところのですね、もう作品の卵という部分をですね、刈り取れないだろうかというですね、ところでこういったいろんなアプリが登場しているわけです。ここからまたさらにですね連携させることによって、作品、本作業に入っていくということが、可能になってくるというアップデートでございました。はい。それではですね、ちょっとまたスライドに戻っていきます。よいしょ。はい、こちらご紹介してまいりました。でこの3つのアプリケーションをご紹介しました。で、今日ご紹介しましたですね、Adobe インク&スライド、そして、3つの、Adobe スケッチ、Adobe ライン、そして、Photoshop ミックス、あるいはそれ以外、に関するご質問はですね、クリエイティブクラウド道場ハッシュタグ、CC 道場、こちらまでいただければと思います。あるいは私、Twitter アカウントですね、 TSUYON、強、こちらをですねフォローいただく、あるいはですねダイレクトでメッセージをいただくという形でも構いませんので、どんどんお寄せいただければというふうに思います。はい、クリエイティブクラウド、道場、ちょっと告知になりますけども、先週抽選がございましたけども、特にクリエイティブクラウドグループ版の、ユーザーさんですね、グループ版のユーザーであれば、全員漏れなくですね1000円もらえるというキャンペーンを実施しております。ユーザーズボイス登録キャンペーンですね、 URL はこちらになります。こちらに、グループ版いいよとかですねグループ版に、対する、感想等をお寄せいただくと確実に、Amazon ギフト券1000円がもらえると、そして月に1回ですね、担当の宮本が来て、この番組の中で抽選をして1名の方に、商品を差し上げるというキャンペーンをやっておりますので、こちらの方もよろしくお願いします。はい、そして、今日ですね、今日はもう、本邦初公開のですねアプリ、そして、ハードウェアというのをご紹介しましたが、やはりですね、クリエイティブツールスですね、こちらの話が早く聞き
きたいぞということがあるかと思います。今日のイベントの模様をですね、この後、このユーストリームのですね、右側のアーカイブから見ていただきたいというところもあるんですが、クリエイティブクラウド道場の方でもですね、もう来週以降ですね、特集していきたいと思います。スケジュールは、ほとんどまだ調整中ではございますけども、After Effects CC、ですとかですね、Dreamweaver、Edge、こちらはですね、もう古田あるいはですね、轟、登場いただいてですね、説明差し上げたいなというふうに思っております。そしてもちろん Photoshop ですね。そして、Flash Pro、アンディホールが来てくれるかと思います。またデザインマガジンチャンネルという形でですね、泣く井岩本岩本泣く井だろうってあるんですけども、泣く井さんあってとですね、デザインマガジンチャンネルというところもございますので、お二方にやはり来ていただいてですね、ご説明、製品カットで深く掘り下げていきたいなというのがクリエイティブクラウド道場のテーマでございます。ということでですね、どんどんですね、休まず、ずっと紹介していきたいなというふうに思っておりますので、ぜひですねクリエイティブクラウド道場、今後の、ラインナップもですねお楽しみ、にしていただければというふうに思います。ということで、クリエイティブクラウド道場、今日はですね、クリエイトナウ2014、速報特番という形で、アドビインク&スライド、そして、3つの新しい、iPad アプリをご紹介いたしました。来週も、来週はですね、来週だけスケジュールが決まってるんですね。古田が来ます。古田が来て、おそらくアフターエフェクツを徹底解剖するというような、特集になるかと思いますけれども、楽しみに、してください。ということで今日もありがとうございました。さよなら。